んで開かなかったかもだし、あなたもなぜいるのっていう。ちょっと待ち伏せなんですけど、はい、で突撃なんですけど、はい、いつもね、いつものやつじゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、うん、1週間有酸ウィークをやります。出ましたとうとう久しぶりに回ってきまして、確かに3年ぶりとかかもしれない。え、そんなに前ですか。うん、考えなきゃで、一応もうすぐインターンセールが始まるっていうタイミングなので、はい、今期のアイテムを見せたいなって思ってるので、私がじゃあリアルバイスのものをで今期のやつを、はい、ちょっと混ぜて、そうですね、だと嬉しいです。はい、はい、じゃあ早速今日から、あ、今日から、はい、はい、じゃあいきます。お願いします。はい、では早速月曜日のコーディネートです。はい、はい、月曜日です。今日は、あ、でもすごいたまたま、まあ、このパパジャケットは私ブラックをリアルバイしたんですけど、もう大人気で、完売御礼ありがとうございます、はい、こちらはちょっと多分なくなっちゃったよね、在庫ね。そうですね、もう全色多分完売してます。で、一応中にこのブルーのシャツ、はい、着てるんですけど、これがアメリです。はい、サラマリカっていうのブランドのスカートとビスチェを合わせて、で中にシャツ入れて着てきました。かわいい。ビスチェとスカートすごい可愛くて、はい、スパーボールがついてたりとか刺繍があったりとか、すごく手の込んだアイテムですごい気に入ってます。アメリってすごく柄物とか凝ったデザインのものが多いんですけど、私結構ベーシックなシンプルめなアイテムもすごく好きで、でアメリのそれこそパンツとかシャツとかも結構生地感だったりとかちょっとしたところにポイントがあったりして、結構シンプルで使えるアイテムが多いよっていうのをこの1週間コーデで伝えたいなと思ってます。はい、はい、ベーシックでもいい色ですもんね。そう、シャツとかもなんかブルーのシャツって結構薄めのブルーとかはあると思うんですけど、このくらいの深みのあるブルーってなかなかないのと、一応このシャツが2ウェイの仕様になってて、留め方を変えるとウエストシェイプして見えるようなデザインになったりとか、そう、丈感とかもね、私結構長め好きなので嬉しいんです。はい、かわいいです。ありがとうございます。はい、じゃあ1週間よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、こんにちは。はい、こんにちは。火曜日コーデを突撃しに来ました、はいはい、待ってました、ね、出社した時いなかったから、はい、いつかなと思ってたんですけど今でしたね。はい、今でした、はい、じゃあ早速紹介お願いします。お願いします。今日はグレートーンをメインに、はい、組んでみました、はい、で私グレーが苦手だとずっと言い続けてきてるんですけど、はい、ちょっとなぜか最近グレーブームが到来しておりまして、ボトムスとかねだったら全然グレーは取り入れられるので、はい、ボトムスにこれアメリの12月かなに出たパンツなんですけど、はい、毛感もしっかりあって、やや太めなのでちょっとこういうスニーカーとかに合わせて着るのも可愛いし、いろいろコーデ使えそうだなと思って買いました、はい、これこそまさになんか普通のグレーのウールのパンツと思いきや若干ちょっと断面紙が入ってるのが多いので、はい、そこも可愛くて買っちゃいました、はい、でトップスはちょっとね色を持ってきたかったんで、結構ビビッドなオレンジのタートルニットにチャコールグレーっぽい色のスウェットですね、はい、を合わせてます。でこのスウェットがこれもアメリです。マローエンブリッシュっていうハンドレストのシーズンテープ、シーズンロゴが書かれたスウェットで、あとこれハーフジップなんで開けてそのまま上から着ても可愛いんですけど、はい、肩掛けが気分でして、はい、肩掛けして、はい、室内に過ごしてます。はい、はい、
ありがとうございます、はい。おかえりなさい。戻りました。はい、どこ行ってたんですか？今日はあの撮影にちょっと行ってました。外部の撮影、外部の撮影に行ってます。はい、だから結構ちょっと今日カチッとめなんですね。確かに全部黒、はい、黒コーデです。はい、はい、じゃあ早速今日の紹介お願いします。はい、お願いします。今日はファイルジャガーのジャケットを中心に全体的に黒で食べてみました。はい、かっちりめなんですけど、このジャケットすごくあの生地が柔らかくて、なんだろう、全然なんか決まらない感じで着れるので、はい、お気に入りです。はい、パンツもアメリで、このチェーン の, あのサスペンダーが付いたパンツ合わせて、ちょっとシルバーを意識して。はい、なるほど、ありがとうございます。はい、ゆうさん。おはようございます。今日はデスクワーク多めですか？はい、多めです。ずっと座ってるなと。確かに資料作ったりとか、はい、メール返したりとか。はい、じゃあ今日のコーデ早速紹介お願いします。はい、お願いします。今日割とデスクワークが多くて、私ってこういうデート考えるとき、まず天気めっちゃ気にするんですよ。はいはいはい、天気と気温気にするのとか、なんか今日の仕事どんな感じかなとかでコーディネート決めるんですけど、晴れだし特に外出もなくて縛りなかったんで、割と自分が好きなものを着てきました。はい、このニットがあの今季のアンドレストのアイテムで、ケーブル編みも結構ざっくりとしたニットなんですけど、V と後ろもどっちを前にしても着れるようになってます。パンツはこれは 2,3 年前かなのアメリで、私これ色違いしてて、これチェックなんですけど、オレンジのパンツも持ってます。で、ちょっとメガネ伊達ですが。あ、伊達なんですね。はい、つけてきました。はい、ありがとうございます。はい、ご飯買いに行こうと思って。ご飯買いに行く。ちょっとその前に急いでコーデチェックをちょっと、今日は金曜日最後ですかね、平日。そうだ、はい、そうだそうだ。チェックを外で、はい、はい、お願いします。じゃあ行きましょう。はい、ランチ行くところ捕まりました。はい、捕まえました。今日はカジュアルっちゃカジュアルなんですけど、中はブラウスとか着て、きれいめな感じでもありっていう格好をしてるんですが、このパンツが、これも今季のアンドレストのアイテムで、はい、白のシャツと同素材でパンツも出てるシリーズなんですけど、はいはい、そのセットアップを私持ってて、はい、で今日はパンツだけ着てきたんですけど、はい、中はこういうちょっとブラウスにビスチェを、はい、レイヤードしてて、綺麗めなので、あのニット帽とスニーカーでちょっと外してカジュアルにしてきました。そのセットアップ上下で買ってたんですね。多分ね、私あの忘年会のそうだコーディネート突撃 YouTube、 はい、来てましたね。そうだ、された時に、はい、あ、でもそれはシャツだけか。シャツだけ着てました。シャツだけ着てました、はい、そう、あれすごくね、あの使えるんです。なんかね、ボタンのデザイン可愛いですよね。可愛いですね、バイカラーで。このパンツもね、すごくあったかくて、あの生地感もウールなので、あ、ふわっとしてて、はい、冬っぽくて好きなやつです。
当日は今日で最後ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんですけど土日も撮ってきてもらいたいので、ね、そうですよね。そうなんです。ぜひので撮っていただいて、ね、友達とかにちょっと飲んで撮ってもらおうかな。はい、はい、すみません、お休みですが。全然よろしくお願いします。はい、お願いします。こんにちは。今日は休日ということで、ちょっと友達に協力いただいて撮影してもらってます。ありがとうございます。ちょっとこの後友達とこの辺プラプラ買い物をします。で、今日のコーデはなんか今は晴れてるんですけど、なんかもしかしたら夕方以降雨が降るかもってことだったので、チアンアメリのエッグコートてきました。今日ほぼ全身アメリカモギワクです。このネオフラワー のポコポコのアイラインスカートと、これもね割と12月か新作 のハーフジップのトップス、グアのトップスと、中はゴルドで色を差してるんですけど、休日はとにかく着心地重視でちょっとゆるっと楽に着たいので、はい、こんなコーディネートに。こんにちは。日曜日ということで、今日も友達に撮影いただいております。本当にありがとうございます。で、大会山に今日来てて、でこれからランチなんですけど、このやまびこにちょっと入ろうかなと思って、代官山にオフィスがあった時に前任のプレスの方と入社初日に来たお店で、そうすごくねなんか思い入れがあります。これぶりです。でもご飯美味しいからちょっと楽しみにしてて、行きましょう。ボリューミーでした。私ヒレカツ定食、あなたはカキフライ定食ちょっと揚げ物いっちゃいましたね。休日なんだね。美味しそう、嬉しい。違う、宣伝はい、じゃあ今から食べます。いただきます。はい、さっきランチ食べてきてお腹いっぱいで、今日のコーデを紹介します。結構ね、アメリを着てて、ニットとシャツとブーツがアメリです。このブーツは2つ付きで、結構ね、防寒にもなる、あったかいです。このニットはアメリ、桐谷美玲さんとのコラボのニットで、中にグリーンのちょっと春らしいカラーのシャツを合わせて着てきました。冬だったらなんか足隠せるんで、ショーパン。はい、1週間コーデいかがでしたでしょうか。私は結構シンプルめなアイテムをこう組み合わせて着るのが好きで、コーディネート自体も柄とかあんまり取り入れてないんですけど、ちょっとカラーで遊んでみたりとかしてるので、皆さんの参考になったら嬉しいです。1週間ありがとうございました。またねー。